それからですね、岐阜県にお住まいの西川智美ちゃんという方はね、プロモーションビデオの撮影の時、はい、アメリカの古い車を使ってその車が壊れてとても大変だったというのを聞いたんですけど、怪我とかはなかったのでしょうかという。これウィンターフォールのプロモの時。そうですね、怪我はねありましたね。え、ハイドがね、負傷しましたね。負傷しましたね。あ、そうなんだ。うん、そう、車のせいじゃないんですけどね。なんで車ね、アクセルが壊れててスピードが落ちなかったんですよ。怖っ。映画の世界やんな。そうそう、どんどん加速していく、暴走機関車。機関車ちゃうけど。違うけど、うん、けどまあね、それで怪我はしなかったんですけど、それをね、空撮するためにヘリが飛んでたんですよ。ですごく近くまで寄ってきてて、ですごい風圧なんですよ。そしたらハイドが後ろで、いやー撮影中にですよ、うなってるんですよ。でどうしたんっつったら、手をパッと見せて、こっから血出てるんですよ。何してんのっつったら、石が飛んできた、いやーああ、その風で石ころが飛んできて。あのね、そこまでね、ホバリングしてたんですよ。あの、車がヘリコプターに近づいていく、行って、ほんで、近づいてきたと同時にこう、上上がろうとするから、その時の風圧がすごくて、周りの石が全部飛んでいくんですよね。それがたまたま俺車の外に手出してたから、バシーンって当たって、思わずこらえようもなく、あちょあちょじゃないほわほわって、はい、とは言うてないとは思うけど、でもそんなに大きな怪我にはならなかった、よかったですね。まあでも俺親にも殴られたことないですからね。意地に殴られてちょっと悔しい思い残りましたよね。まだ風やな。そうかな。